滝里湖滝里ダムは、北海道足別市一級河川、石狩川、水系空地川中流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、札幌開発建設部が管理する、特定多目的ダムで、包み高50メートルの重力式、コンクリートダムである。1981年の石狩川大水害を機に、空地川、 石狩川中下流部の地水と空地地域への利水を目的に建設された。空地川本流に建設されたダムとしては最も新しい。ダム湖は滝里湖と呼ばれる。空地川には1967年に空地郡南富良野町に金山ダムが完成している。しかし空地川沿岸流域の人口増加に伴い、地水能力の強化と水需要の確保のために、 空地川総合開発事業の一つとして1979年に計画され、20年後の1999年に完成した。洪水調節、不特定利水、灌溉、上水道、水力発電が目的で5万2 0 0 0ットの発電能力を有する北海道電力、滝里発電所は一般水力発電所としては北海道では最大である。 足別市の136戸がダム建設によって滝里湖に水没した。保証交渉は長期にわたったが、水没のうち面積が150ヘクタール以上に及ぶことから水源地域対策特別措置法の法給場指定ダムに指定されて国庫補助が増額され、代替地増成、代替住居取得圧戦、建築利子補給等の保証が行われた。 今も固定に沈んだ旧滝里小学校、中学校の卒業生をはじめ、水没住民が昔を懐かしみ訪れる。また、ダム建設に伴い、根室本線の野場南駅島の下駅間の線路が1991年10月22日に切り替えられ、この区間の途中にあった滝里駅が廃止となり、固定に沈んだ。滝里小沿いを、 国道38号が通過するが、ダムには直接行くことができない。地図には記載されていない場合があるが、2位の花南トンネル手前を右折して入る整備された道路があり、そこから侵入することになる。途中、一つ目の橋を渡ると、名称、空地大滝の有志を望むことができる道が分かれる、交差点があるが、これを直進し、二つ目の橋を渡ると、 ダム直下の滝里記念公園に至り、さらに直進し、坂を登ると、ダムサイトに到着する。滝里ダム、滝里湖から国道38号を北上すると、足別市街、南下すると、富良野市街に至る。ラベンダー畑や北の国からで有名になった、黒板五郎の家も近い。滝里ダム下流には1978年に、北海道電力株式会社によって、 野花南ダムが建設されている。ありがとうございます。